はい、おはようございます。手言いたいんですけど、今ね、はい、もうね、昼近いです。もう10時50分、見えますか？ちょっとあれかな、くらいかなね、10時50分なんですよ。なんとね、昨日の夜ね、こう来た時はね、まだそんなに台数はいなかったんですけど、朝ね、8時過ぎからね、受付順ってことでね、並んでました。そしたらね、6番手なんですけど、まだね、呼ばれません。多分昼からになっちゃいますね。自分よか前にね、受付した人もね、未だに下ろしてないんでね。何時になるか分かりません。いや、弱ったね。順番通りじゃなくて、なんかね、優先車両もね、おるらしいんでね、ね、なんてことでしょう。下ろしが何時になるか分かりませんけど、まあとりあえずね、まだ待っときたいと思います。まあ仕方ない、まあとりあえず待ってから下ろしたいと思います。ではちょっとまだ待機してます。はい、お疲れ様です。今ね、やっと神戸の荷下ろしが終わりました。いやー、やっとで終わりました。ただいまね、夕方の5時20分。いやー、かなり遅くなっちゃいましたね。もう次ね、神戸からなんですけど、次大津まで行ってね、いつもの通り、はい、大津からいわきの積み込みになるんですけど、かなりね、かなり遅くなっちゃいました。まあとりあえず大津の方はね、どうにか遅くなるってことで、積み込みね、リフトマン余ってもらっとるらしいんですけど、いやー、かなり待たされましたよ。まあ自分がね、悪いわけじゃないんですけどね、かなり焦りました。昼回っても呼ばれないしね、荷主の人に電話してね、ちょっとどうにかしてくださいって言って酔ったら、まあなんとかね、荷下ろし場の方にね、電話してもらってね、まあなんとかね、順番をまくらしてもらいました。まあ大変ですよ。あれでね、電話してなかったら今頃ね、まだ待ってたって感じですね。一応ね、順番的には6番なんですけど、どうもね、お客さんのね、積み込みのお客さんの方からね、予約をしてもらってないとどうにか降ろせれないってことを後から聞きました。もうね、お客さんの方からね、予約を取ってもらわないと今みたいになるらしいです。ひどいでしょう。かなりひどいですよ。でもね、そのお客さんもね、できるところとできないところがあるらしくて、今日は自分ハマった方ですね。まあびっくりです。なんでね、もう高速でね、もう次は大津まで高速で行って、大津からいわきもね、高速で行かないと間に合わないんでね、さあ頑張っていきますか。かなりね、参った日ですよ、今日は。もうね、その分ね、昼間ずっと寝てたんでね、まあ、夜は大丈夫だと思いますけど、心身ともにやられた感じでした。もう笑うしかない。今日も笑っていきましょう。さあ、ではね、ここのね、昨日降りた山陽道のね、神戸西から乗って大津まで行きたいと思います。じゃあ乗ります。はい、乗ります。はい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 、まあ、あとはね、雨も降ってるし、気をつけながら大津まで行きたいと思います。では頑張っていきます。
はい。いやー、雨がねひどくなってますね。まあちょっと音でねだいぶ雨が強いと思うんですけど、今とりあえずね名神高速のね瀬田西インター付近までねやってきました。ただいまね6時35分。道もね混んできちゃってますね。今ね新名神の方がね工事してるんでね、まあそれの影響もあって混んでると思うんですけど、よいしょよいしょ、おっと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 、さあさあ、まあ、とりあえずね明るいうちに大津の方までね行けそうなんでね、まあとりあえずペペッと積んできます早く行って積んでいきたいと思います。とりあえず頑張りますはい、今ね大津の積み込みが終わりました。ありがとうございます。リフトマンさんありがとうございます。待っててもらってありがとうございます。いや今ね7時20分なんですけど、もう積んでもらいました。さあ今からいわきの方にね向かっていきたいと思います。まあいつものいわきなんですけど、ここからね635キロあるんですけど、今ね新名神ね大渋滞してるんですよなんでねとりあえず亀山まではねちょっと下道で行って、でそこからね高速で行きたいと思います。頑張ります。はい、今ね国道1号をね走ってきました。ただいまね甲賀市ですね。はい、まあねとりあえずね新名神のね甲賀土山インターから乗っていこうと思います。もうね今8時15分なんですけど、もう新名神の方はね通行止めになってるんでね、あの草津ジャンクションの方に行けばね、なんですけど名古屋の方を向いていくにはね全然行けると思うんでね、よいしょ、とりあえずこっから乗っていこうと思います。とりあえずねいわきまでは行かないといけないんでね亀山って言ってましたけど、ちょっとね渋滞を見ながら来たらねもう解消しとるっぽいんでね、まあ、それならもう乗っちゃいきます、時間がないんで乗っていきますよ。まあ、大阪方面は通行止めですけど名古屋方面は行けます。はい、さあでは名古屋方面いわき行きましょう。ではちょっと頑張っていきます。はい、今新東名のね岡崎サービスエリアまで走ってきました。さあここで430のね残りの時間を休んでいきたいと思います。まあ、ついでにねご飯を食べていきたいと思います。ではちょっと探していきたいと思います。はい、とりあえずね岡崎パーキング岡崎サービスエリアですねね泊まれました。さあ今からね、はい、まあ残りね10分間で430は取れるんでね、よいしょ、その間にご飯食べたいと思います。さあご飯だ。今日のご飯はね、まあ塩むすびと鶏から揚げおにぎり、あとね、はい、今日も冷やしぶっかけうどんを食べていきたいと思います。さあサラダはねちょっと今日は食べずにはい、あるんですけどねちょっと10分間だけなんでね、うん、明日食べよう、明日食べようさあ
あとね、今日は野菜ジュースにしたいと思います。ちょっと時間がないんでね、もうペペッと食べたいと思います。まあ10分間だけなんで、もうね、時間が限られちゃってますからね早く行かないといけません。では、いただきます。はい、こんな感じですちょっと汁があって見えませんけど、はい、さあ、いただきましょう。大きなおむすび、鶏唐揚げ一味マヨネーズって書いてありますね、このおにぎり。これ美味しいんですよね。あと3分。うん。すげえすげえ。はい、いつもの青汁。よいしょ。はい、青汁飲んでいきましょう。今日も青汁いただきます。青汁もうまかったし。さあ、出発します。とりあえずね、10分経ったので早いでしょうあっという間に10分経ちました。さあ、では出発しますよ。あ、しまった。そういえばね、いただきました。いただきました。しまった、忘れてました。いやー、忘れてました。まあね、ちゃんといただきましたして走っていきたいと思います。ではいわきまでね、まあ次もう一回ね430ありますけど、まあこのままもうそこはねスキップしていわきの方まで行きたいと思います。まあ次ね会う時はいわきインターで、はい、そこまで頑張っていきたいと思います。ではね、気をつけながら走っていきまーす。はーい、おはようございます。今ね、常磐道のね、いわき湯本までやってきました。やっとね、到着しました。今ね、朝の4時25分。いやー、途中で430をね入れながら来ましたよさあ、あとはね、お客さんのとこついて、まああとは寝ますもう寝ますよ。あの夕方下ろして積んでのあれが答えてますね。もう一晩中走ってましたねえ、あれはいかん、あれはいかんよ。やっぱおろしはね、朝おろしたいものですさあさあ、やっと降りていったんで、とりあえずね、よいしょ、はい、今んとこいくらだ。1万6000かな、7000円ぐらいやと思いますさあ、あとはね、例のお客さんのところ行って休みたいと思います。さあ、目の前にトレーラーがいますけど、ね、一緒についていきたいと思います。さあ、ではね、お客さんのところ行ってね、休みたいと思います。今回はね、ここまでにしたいと思います。もしよろしかったらチャンネル登録もお願いします。おやすみなさい。